はい、どうも、石川県の金沢中心に全国そして世界飛び回り、笑いとスピリチュアルの融合、そして目に見えない世界の見える化を推進しているチャンネルアリューです。はい、今日はですね、ご質問にお答えしていこうと思います。今日のご質問は、ヒプノセラピーとは何ですか、はい、というご質問が来てます。はい、僕はですね、ヒプノセラピストではないので、突っ込んだことはまあお話できませんが、まあ、一つの、ものとして、対抗催眠とかつってね、自分の中に入っていって、まあ、僕が受けたことがあるものですね、まあ、対抗催眠といって、過去の自分に会いに行くんですね。はい、でそこで、問題をというか、その時の状況を解決していくっていう手法を使ったりするものが一つあるということはお伝えできるんじゃないかなと思います。はい、でそこでね、自分自身の中とつながって、直接アプローチしていくっていう、まあ、手法、だと私はまあ感じているんですけども、まあ、ヒプノセラピーっていうとね、それだけじゃなくて、もっともっと深い、ところが あります。はい、でその辺はもうプロの方に聞いていただいて方がいいので、ね、僕はもうあくまで喋れることだ、知ってること、あとは体験したことがあることは喋ることができますので、その範囲でとどめておきたいと思います。はい、はい、今ですね、LINE で友達登録キャンペーンをやってます。あとはこの動画の下に私のホームページまたはアメブロのリンクも載せてありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということでチャネラリュウでした。